霊夢さん今回の期待なのですが。翔星さん、ガンダムシリーズの中でも得意なモビルスーツだよね。相手を殺さずに戦いを終わらせるという。なかなかない方法だよね。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速今回の期待についてお話ししていきたいと思うのですが。相手を殺さずに戦いを終わらせる期待とは、AGFX でございます。AGFX にはキオが登場するんだけど、彼の戦い方は敵のパイロットを殺さないってことだよね。コクピットのある頭部を破壊せずにその周りを切り落としていくという戦い方です。この戦い方は賛否両論だったけど、それが彼のスタイルだね。まあしかしですね、コックピットだけ切り離すことができる。ガンダムシリーズを通して唯一誰一人として殺していない主人公機じゃない？おそらくそうですね。敵モビルスーツを真っ二つに粉砕するパンチ出しながらね。中身のパイロットだけ無傷で抜き取るその技術はですね、おそらく歴代トップだと思うよ。そして機体性能はそれなりにかなりすごいと思うのですよ。うん、かなりの攻撃力を持っていて、例えば連邦と米軍の最終世代機たちの大部隊による集中砲火を浴び続けても無傷の装甲をぶち破ったり、それに防御力もかなりすごいよね。連邦軍のモビルスーツをたやすく溶断するビーム波を足に巻きつけられても完全に無傷でしたからね。あとはキオの能力にも完全追従可能するんだよね。ですね、エイジ世界でも随一の機動力を誇っていますよ。あまり強敵と戦わなかったから強さを実感できなかったのかな。それはあると思います。それにしても C ファンネルだけでも恐ろしく強いよね。さらにその C ファンネルが刃こぼれするようなものすごく硬い MS を切断するような攻撃力。あとはさっきも出た MS を切断するビームリボンではびくともしない装甲だし、ザムドラーグの腹部硬質力、ビームが全く効かない超防御力もある。だから白兵戦だと全ガンダム中最強レベルあたりの性能はありそうですね。そうだね。 AGFX はガンダムエイジ3からさらに進化を遂げたガンダムエイジシリーズの最終形態なのですが、パイロットはキオ・アスノだよね。 FX とはフォロー X ラウンダーを意味しておりまして、キオの高い X ラウンダー能力に追随できるだけの性能を持つ機体となっているんだよね。 AGFX は各部が徹底的に軽量化され高い機動性を実現しておりますが、その結果としてシールド系は装備されていないのよね。ですので防御には C ファンネルを組み合わせて対応していますね。 C ファンネル、それでは C ファンネルを見ていきましょう。C ファンネルは全身に大型が6機、小型が8機の合計14機が装備されているよね。これはですね、そもそもはガンダムレギルスやギラーガなどのビットへ行きに対抗するべく開発されまして、エイジシステムが作出した装備だよね。これはですね、パイロットの思考に追随し敵機の特定部位をピンポイントで攻撃することが可能なのですよ。思考に追随できることが一番のポイントね。そして攻撃の他にファンネルは複数を組み合わせることでシールドの代わりとしても使用することができるのですよ。それはすごい。状況によっては機体周辺にビームバリアを展開させる端末としても機能して、ビームバリアをまとった状態で敵へ体当たりするという戦法も用いられることもございますね。C ファンネルはパイロットの意向で、パイロットの意向で敵機コクピットだけを自爆装置付きの機体から切り離し殺さず無力化するという運用をされるのですが、米眼機は頭部にコクピットを持つから結果としてファンネルが次々と敵機の首を落としていくという状況を生み出しと。なおですね、劇中の演出においては C ファンネルを操作する際にガンダムが自身のマニピュレーターでファンネルを導くような動作をとっておりますよ。
この時、コックピット内部で複数の C パネルと見られるアイコンが立体映像のように映し出されますね。実際、キオがこのアイコンの動きを目で追っていましたので、C パネルの状態等をここで確認していると思われます。AGFX は細いイメージがあるけど、実際はがっしりしているよね。確かに安定感を醸し出しますからね。後の魅力はものすごい力で次々と首を切り落としていくところかな。レギルスが一騎打ちを挑むもパワー負けし、そこへファルシアがやってきてコンビネーションで逆転したりとか。エイジは結構叩かれたりしますが、私はそこまで叩かれることがわからないのですよ。私個人的にはキオは最後まで自分の考えを貫いたから評価できると思うけどね。ですよね。エイジは全体的にブレてないのが長所だと思いますね。何がしたかったかわかるしね。さようでございますね。FX はかっこいいし、キオの殺さずもいいと思うから。あと、敵味方ともキャラに愛情を持って作られてるのが伝わってきて。そうだよね。そのあたりも視聴者を楽しませようという感じが伝わってくるからいいね。霊夢さん、いかがでしたか？ AGFX は最初にも書いたけど、あのフォルムがかっこいいですよね。個人的にはガンダム MS の中でかなり好きな部類に入るよ。そして核武装もかなり魅力的になっていますよね。やっぱり花形の C ファンネルだよね。攻撃はもちろんすごいんだけど、状況によっては、機体周辺にビームバリアを展開させる端末としても機能してですね。ビームバリアをまとった状態で敵へ体当たりするという戦法を取ったりもするから。何かこう、アクロバティックなところもあってですね。そんなところもまた魅力だよね。はい、今回は AGFX についてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。